はい、こんにちは。今日はプロクリエイトのですね、マスクの使い方を紹介していきます。マスクっていうのは画像とかレイヤーの一部をですね、塗りつぶしてしまって、そこの部分だけ見えなくするような機能になります。で、今画面に出てるオーシャンの O ですね、文字の一部が見えてないと思うんですけど、これはマスクを今かけています。まあ、例えばなんですけど、口にするマスクとかでも、マスクかけたらそこの部分だけ見えないですよね。まあ、そういう感覚で使っていただければいいと思います。はい、では写真開いておきます。右上の写真ボタンを押してもらうと、カメラロールの中から写真を選べます。で、今回はこの写真でいきます。レイヤーボタンを押してもらって、まずはこの画像をロックして、この画像には、描画しないように設定していきます。で、新しいレイヤーにですね、文字を書いていきます。今回いつものように撮影してたんですけど、動画が撮れてなくてですね、もう大ショックでした。で、幸い画面録画してたので、今日はそれで説明していきます。でですね、文字書けたら、ここからマスク作っていきます。レイヤーをタップしてもらうとですね、そこにマスクっていう選択項目が出てくるので、マスクを選択してください。そうするとですね、レイヤーの1個上にですね、マスクレイヤーっていうのが追加されます。で、このマスクレイヤーに黒か白のブラシで色を塗っていきます。黒色で塗りつぶしている部分は、マスクがかかってですね、見えないようになります。今ブラシの色は黒を選択して、綺麗にマスクがかけられるように、筆を選んでいます。で、この状態だと後ろの画像が見えなくて、どこまで消していいか分かんないんですよね。で、その時は不透明度を下げます。文字のレイヤーをダブルタップですね、2本指でタップしてもらって、そうするとバーが出てくるので、それを1本指で、左右にドラッグしてください。で、この後ろの画像が見えてる状態で、先ほどのマスクレイヤーですねを選択してもらって、黒色のブラシで塗りつぶしていきます。でですね、今黒色で塗りつぶしてたんですけど、このマスクレイヤーを白で塗りつぶすとですね、復活するんですね。例えばちょっと今この B を黒色で塗りつぶしてます。まあ、消しゴムみたいな感じで消えますよね。で、これ反対に白色で塗りつぶすと、マスクがかからないような状態になるんですね。なので、このように復活します。で、グレーで塗ったらどうなるのっていうと、半透明になります。で、まあ、消しゴムで消しちゃうとですね、後から戻らないんですけど、まあ、マスクだとこうやって後で、消したりつけたりっていうのができます。で、ここまでできたら、最後この文字の、描画モードをちょっと変えようと思います。レイヤーのところをタップしてもらうと、ブレンドモード、描画モードを選べるので、今回はですね、ハードライトっていうのにしていきます。で、まあ、これだとちょっと薄いので、このレイヤーをもう一個複製してもらって、さらにそのレイヤーの描画モードをオーバーレイにして、まあ、不透明度を調節して完成になります。
はい、ということで今日はプロクリエイトのマスクの使い方を紹介していきました。またプロクリエイトの使い方どんどん上げていくので、よかったらチャンネル登録お願いします。バイバイ。